税込み2000円です。あーいっぱいいっちゃう、すげー。いちるチャンネルです。イエーイ。今回ねユニバ来ましたよ、大阪のね。2デイパスでどれだけ2日間で回れるか、はい、検証してみたいと思います。まず2日間入場できる2デイスタジオパス、こちら大人2万700円、かける2名、子供12900円、かける1名、合計54300円かかっております。次に人気のアトラクションの4つに確実に乗れるエクスプレスパス4を購入しました。マリオカート、ミニオン、ハチャメチャライド、ジョーズ、ハリーポッター&ザ・フォービドゥンジャーニーに乗ることができます。こちら28,000円かける3名、合計62,400円になりました。またスーパーニンテンドーワールドエリア入場確約券を持っていました。こちらは JTP で申し込んだプランについてました。ここから2日間のユニバでどれだけ費用がかさむでしょうか。ユニバのストアで清掃しましょう。清掃。どれ？ティム？おお、ティムに速攻で選んだ。何円それ？3200円。いいね。すごい、4両分全部ある。おお、かっこいい。あ、もうティム買う。おいくらですかこれは？3200円。ああいいね、3200円です。はい、ホテル京阪ユニバーサルタワーに着きました。イエイ。今時間はですね6時48分です。オープンしてます。回るぞ。 Go! 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 JTB でパートナーホテルに宿泊したためアーリーパークインとなりました。一般入場より先に入場できます。アーリーパークインのこの日の入場時間は7時で、日によって時間が違います。7時4分、インパです。ニンテンドーワールド行こうね。朝一ですとスーパーニンテンドーワールドの入場制限が始まる前に入ることができるので、それを狙います。他の皆さんもたくさん同じ方向に向かっていきます。いやー、食べられちゃう。いやおー、でっかい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 。はい、そのまんま入場できます。みんな吸い込まれてく。大人気のマリオカートが朝一だとそのまま乗れるというので来てみました。うわすごすごゲームを楽しむためのパワーアップバンドを購入します。マリオカート入り口横のワゴンが付いてました。ですがこのワゴンでは現金が使えず、隣にあるグッズショップのマリオモーターズでの購入をお勧めいただきました。マリオモーターズでは現金でバンドを買うことができます。やっぱりこのバンドは1人1つつけてゲームを楽しみたいので、4900円×3本、合計14700円で購入いたしました。はい、マリオカート入ります。ガラガラです。マリーガラガラパワーすでかい。わ、無人のクッパ城最高。うん、ユニバのトロフィーもあったね。あー最高。あー、これこんぐらいの列ですね。はい、はい、いっちゃん何枚でしたか？コイン84。おー、立派立派。スチールは144枚です。ハハルさん何枚ですか？68ぐらいか今8時、ヨッシーアドベンチャー並びます。わあ、すごい。あー、ドッスンが最高。いいね。うわお、めっちゃだな。デビーピー、デビーチなってるんだ。はい、これによってジョーズを並ばないで入ります。60分。ジョーズはエクスプレスパスだったので10分待たないぐらいで乗れました。
はい、上手乗ってまいりました。お二人迫力すごかったね。迫力すごいね、うん、なんか火が あったか熱いね。ぼわって顔にくるね。どうしたんですか、みちるさん。ジョーズの感想はどうですか。びっくりした。びっくりしたな、まあ、歯が多かったね。ミニオンに行くための清掃しました。ゴー。シリーズは悪役がいいよね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、ノーリミットのシールかもらいました、はい、はちゃめちゃライド乗りますよ。またこれもね、待たずに乗れるやつだね、いっちゃん。どうでしたか、はちゃめちゃライド。めちゃくちゃグラグラした。予想以上の臨場感。びっくりした。酔うねこれね。面白かったけど酔います。はい、9時45分はちゃめちゃアイスですよ。はい、どうでしたか。アイス楽しかった。目が回んなかった。大丈夫。はい、アイス食べに来ましたよ。今10時34分。ポポカップベリーベリーとオレンジソルベですね。好きな味がオレンジソルベですからね、いっちゃんは。はい、歯は回復なるかな。ティムのスプーンもね、もらいましたよ。ハリーポッターの世界に行きますよ。まずハリーポッターとハーマイオニーの杖を購入しました。そしてエクスプレスパスを使用してハリーポッター&ザ・フォービドゥン・ジャーニーに乗りました。ライドに乗っている姿を撮った写真を変えました。カエルチョコ、アソートチョコレート、ドビーを買いました。そしてチュリトス2本を買いました。はい、12時53分。もう1回2回目のマリカーです。待たずに乗ります。ピーチに衣装チェンジしました。2レース目、意気込みはどうですか。はい、じゃあ2回目何枚でしたか、コイン。82。スチールは138でした。うわすごい、見て、焼きそばとチーズ、すごいすごいな。そういった、グー、無心になって食べてますね。はい、ウォーターワールド3時の階に入ります。とても美味しいハロウィンプレートを食べまして、マカロニチーズでいっちゃんが大喜び。バタービールとホークズヘッドビールを楽しみました。夜イベントでいっちゃんがデスイートと戦う動画はこちらです。ぬいぐるみが欲しくてゲームをやります。はい、コインをあの上に乗っけると成功ですよ。30枚だねコイン。あ、惜しい。待って頼む。ハルが取りました。やったー。ミスルトリと一緒のスヌーピーさんか、前にいる赤をかぶった ET、 そしてこっちにいるサメさんなんですか。上手ね。でかいでかい。ブロックバスターは1500円で4球、全部落としたら成功。惜しい。いいね、かっこいい。でっかい。このシャツかっけー。あー、動いた。これいいなと思って。はい、じゃあ撮ってください。どうぞ。税込み2000円です。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあチチルが買います。こちらバナナを飛ばして入ったら成功です。
ちら玉が落ちずに乗っかれば成功です。さあ落ちた、入った入った、やった、いっちゃんすげー、すごーい、イエーイ、ナイス、ナイスシュート。あのバケツの中にちょっとずつボールが入ったら成功のゲームです。4球ボールがございまして、そのマットの上から足が出ないように下だけで投げてください。おさじょう、はい、おさじょうバッチジョジョはね、ここしかないからね。うわ、ガブッといった、クリームたっぷり、うわ、グー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 、はい、いちご、おいしいですか。はい、チェンソーマンのシャツを購入しました。8時40分、ニンテンドーワールドに再び整理券で入ります。4回目。夜がね、綺麗だって聞いてるからね。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だね。うわ、すごいね、浮き上がってくるね。夜のヨッシー乗っております。はい、豆豆って、すごいすごい、いっちゃんコインがとにかく綺麗だよ夜。これ写真撮影タイミング来ますよ。夜のコインは本当すごいね、立体感が。マジでやばいこれ。はい、今回はホテル近鉄ユニバーサルシティです。経過。2日目の朝、今7時45分です。今7時50分です。7時53分、インパです。なんか並んで10分かかんなかったね。ささっと入れました。はい、8時4分、ヒッポグリフコースターね。10分待ち、グリッドの場合はい、ヒッポグリフどうでした、いっちゃん。坂の時ビューンって言って嫌だった。嫌だったお城がね、上から見てね、気持ちよかったよ。なんかほうきで飛んで見てるみたいな感じ。いつか目開けれるようになったらそれ見てほしいな。絶対見てない。おかんむりでございます。カスルウォークは10時からです。はい、ワンダーランドです。8時42分、じゃあゴー中入ろう。モッピーのバルーントリップに乗ります。誰のに乗るの。なんか持ってった、ガガー早い、イエーイ。おー、あー結構な狭さだ。アイちゃん、こうやってね、網を登っていくんですね。すごい、じゃあこっちこっち、イエーイ。めっちゃ広いね、いっちゃん。エルモズバブルバブル30分。
おさじょ見ました。はい、キャッスルウォーク10時59分です。うわー寒い。うわーかんぴょいい。もうちょっとだけ上に。はい、ラストワールドレストラン12時。うわ、キッズプレート。いいね。デュラチョコみたいなやつ。チキンめちゃくちゃ美味しそうです。付け合わせもなんか美味しそうだね。春巻き、いいですね、いい感じです。わーお、天井すっごい高い。おぐー、早い。いいね。メニュー、こうどうですか。グージューシー。クリームとサクサク、なんかいちごジャムみたいなの。もうクリスマスの準備です。コナンに入ります。いっちゃんどうでした？楽しかった。ドシーンってなんとこ怖かったね。俺ビビったわ。お父さん、カハルさんどうですか、感想は。冷たかった。はい、リングを行きます。シングの感想いかがでしたでしょう。楽しかった。楽しかった。アッシュだけなんかマッドマックス、顔が違う顔なんだよ。笑った。マッドマックスに出てきそうな仮面みたいな。そう、強そうになっちゃって。帰り間際に帽子を購入。それでは集計結果発表です。チケット関連は116,700円かかりました。グッズ代は56,400円です。杖とバンドがちょっとね。で、飲食代は17,800円です。ライドフォト代は4,200円です。ゲーム代やりすぎました、12,200円です。合計207,300円かかりました。しばらく質素に暮らします。